京成駅から行く場合はここから歩いてきて、こう踏切を渡って高架があるんで、その下くぐっていきます。自分は単車で来たんですけど、電車で来る場合は京成駅から歩いてこの道をまっすぐ行けば登山口に着きます。この道をずっとまっすぐ来て、ここが登山口です。京スカム飯盛山、今日は仙南飯盛山に登りたいと思います。高泉寺っていうとこから登山口があるみたいなんで、ちょっと登っていきます。京師観音、高泉寺、この階段を登っていきます。こっちから来ますか。縁の行者、母校の墓。ちなみに、ここから登山口ですね。縁の行者の墓ですかね。ここはそのみたいです。登山口、ちょっと明るいところに出ました。この道、景色が開けてます。アンテナ、おお、綺麗、天気がいいです。畑山、こっちですね。
人気。新森山、二立山方面はこっちです。二立山、新森山方面がこっち。こっちです。頻繁に看板あるんで分かりやすい。どっち行こうかな、急登かゆるい坂か、どちらも通行かな。でも急登の方で行きます。ほんまに急登やな。305m。急登コースはあって、多分こっちが緩やかな坂コース。出口で、こっち側行きます。新森山、二立山。今来た道、高野山コースって言うんですね。新森山は左。高野山コース。今こっちから登ってきました。二立山と新森山の標識ないってことは、多分こっちか。新森山。もうすぐっぽいですね。二立山が右で、仙南新森山が左ですね。新森山が左です。
気です。飯盛山がこっちが下降りていったら丹野前駅かな。15分。分岐ありました。飯盛山がこっちが。千文寺か。富士が。こんな感じです。こっちから来ました。こっちに向かいます。飯盛山方面。説明が飯盛山、ここに寺あったんですね。お、頂上かな。飯盛山ちょうどぽい。飯盛山本郷通し。織田信長の雑賀攻めか豊臣秀吉の根頃攻めの時どっちかで焼かれたんですね、寺が。到着しました。飯盛山標高 384.5m。 おー、綺麗。関西電力田中発電所三崎方面で見えます。こっち行ったら三崎公園ですね。じゃあ飯盛山は今から下山します。だいぶ戻ってきましたね。帰りは結構省略してます。結構戻ってきました、景色いいとこまで。苔むした木。到着しました。到着しました。
。